させていただきます。まず、赤尾邦和さん、今日は9時からのご参加になります。今、9時は午後の2時頃だと思います。で、5月の最後の日曜日はキーウの日ということで、この日を現地の人々がどのように迎えておられるかについても、後ほどお話しいただければと思いますけれども、赤尾さんは現在、国際移住機関 IOM ウクライナ事務所で、ストラテジックリエゾンオフィサーとして、民間との連携強化を対応されています。それ以前はシオラレオネやエチオピアでも勤務され、シオラレオネではエボラ対応をされた際にはケアとも共同されたご経験があります。今日はどうぞよろしくお願いします。で、次にソフィア・ビエボラさん、私どものイベントではおなじみ、の深い方です。ソフィアさんはウクライナの西部のご出身で、キーウの大学で医学を学ばれたときに、ロシアがウクライナの軍事侵攻を開始して、2022年3月に日本へ避難されてきました。現在は日本語学校へ通いながら大学の進学を目指されております。今日は日本語でお話しいただきます。そしてこの勇気に心から敬意を表したいと思います。ソフィアさん、今日はどうぞよろしくお願いします。そして最後に滝沢副理事長、東洋英和女学院大学名誉教授であり、東大団の副理事長を務めてくださっておられます。国連難民高等弁務官事務所 UNHCR など国連機関で28年間勤務されるなど、長きにわたり難民政策に携われ、日本の難民政策についての著書もございます。今は大学で教鞭をとっておられます。またチャリティーランナーとしても東西団の活動を支えていただいており、今日は国立競技場でマラソンリレーを終えられた後でのご参加になります。さらに今晩はスペシャルゲストがおられますが、その紹介は滝沢副理事長にお譲りしたいと思います。それではここからはバトンを滝沢理事長にお渡ししたいと思います。滝沢副理事長、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。早速特別ゲストといいますか、この3人に加えてですね、ご紹介したい、方がいらっしゃいます。山崎有沙さん、山崎さんとはもう数年つながってるんですけども、東京外国大学時代にですね、ウクライナに留学してロシア語を学ばれたと。その後ウクライナの侵攻が始まりまして、ウクライナの支援のためのひまわりプロジェクトですかね、を始めたり、またこのソフィアさんが日本に避難する際に日本で、いろんな支援お手伝いをしたということで、実はソフィアさんとも、知り合いですし、また赤尾さんも山崎さんとは知り合いということで、今日はほとんど知り合い同士の友達同士のトークショーみたいな感じになります。それで今回はですね、そのウクライナの問題とかポーランド問題っていうお堅い話じゃなくて、この3名の方を中心に今どんなことが起こっているのか、どういうことを考えているのか、また将来の夢はっていうのことも含めて、順位にですね、いろいろ話していただきたいと思います。3人のスピーカーの間でいろんな質問もあってもいいと思いますし、それで私もちょっと話しますけども、その後は皆さんからのいろんな質問なりを受けてですね、やっていきたいと思います。ともかくキーワード、楽しくやろうということで、決して難しいことはありませんので、皆さんリラックスしてね、ちょっとお酒でも飲みながら、やっていきましょう。それでは、順番として、日本的に年齢の上、僕は別として赤尾さんからお願いします。キーウの赤尾さん、ちょっとまずスタートしてもらえますか。はい、承知しました。聞こえておりますでしょうか。はい。では、10分以内ぐらいで、簡単にお話を進めさせていただければと思います。改めまして、赤尾と申します。よろしくお願いいたします。私は、
ケアというわけではなく、IOM という組織で働いておりますが、まあ、今日は IOM の説明というよりかは、まあ、実際にウクライナの中は今どんな雰囲気なのかっていうのを、まあ、簡単に写真を用いながらご紹介するのが、まあ、役目かなと思うので、簡単にそういったところを説明していきたいなと思っております。はい。まあ、セレクトイントロダクションに関しては、まあ、もうすでに甲斐さんがお伝えしていただきましたので、まあ、割愛しますが、IBM、JICA を働きまして、今 IOM というところで働いております。はい。で、まあ、一番の最初はジェネラルインフォメーションということで、すいません、ちょっと堅苦しいドキュメントになりますけれど、これをちゃん、簡単に説明させていただきます。だいたい今、まあ、ソフィアさんみたいな、避難民の方っていうのは、まあ、ウクライナ国内にも、ウクライナの外にも、まあ、たくさんいられるんですけれど、まあ、僕たち、IOM は、特に例えば国内の避難民ですと、国内の避難民の数というのを今カウントしておりまして、まあ、最新の4月30日の末の時点では、3.6 ミリ、360万人ぐらいは、まあ、いるんじゃないか、というふうな形で、今のところ、私たちは推定しております。まあ、この人数というのはもちろんヘッドカウントできているわけではないので、ある程度の推定ではありますが、まあ、現状、まあ、いろいろな、分析手法も続いて、このぐらいとなっております。この人数はとても多いのですが、昨年度一番最盛期は8ミリオン、800万人を超えていたので、まあ、そこからすると、まあ、半分強になっているというのが現状かなと思っております。で、こういう方々っていうのはどういう方々なって言いますと、やっぱりまあ、いろんな、特に年を取った方、41% であったりだとか、まあ、ディスアビリティの方とは 25% である。で、子供がいらっしゃる方がやっぱ半分以上、半分近くいるという形で、まあ、なかなかやっぱり自分の故郷を離れて、外に出るというのも大変ですし、まあ、そういった、特にそういったところで年を取られている方、ディセーブルの方であったりとか、そういった方々も多くいらっしゃるというのが、まあ、この特徴かなと思います。で、実際これ、まあ、細かいんで、特に説明する必要もないんですけれど、まあ、何が言いたいかと言いますと、まあ、IDP、まあ、ごめんなさい、これもすごい、まあ、わかりにくいんですが、国内避難民、つまり避難をしている方なんですけれど、その方とそういう避難されてない方というのを、まあ、ウクライナの方で、まあ、簡単にと比べてみますとどうなりますかっていうと、まあ、給料の面でも、やはり避難民という方っていうのは、やっぱ収入がとても少ないということで、まあ、やっぱ比べてみてもわかるというのを、まあ、簡単に感じ取れてみればいいのかなと思います。その結果、まあ、そういった国際的な支援だったりとか、政府の支援にかなり頼らなきゃいけない状況っていうのが、彼らはありますというのが、まあ、今の現状かなというふうに思っております。やはりこういうふうに、まあ、自分たちも想像しますと、自分のホームタウン、自分は埼玉って言うんですけれど、埼玉から離れて、まあ、違うところに、避難してるとなると、まあ、いずれは戻りたいなというふうに思うのは当然で、で、やっぱりそういうふうなのもインタビューをすると、だいたい 74%、まあ、その4人に3人は、まあ、いずれは、戻りたいなという形で、おっしゃっている方がおります。そう、やっぱり外に、例えばそのソフィアさんみたいに国外に出られる方もいらっしゃいますし、まあ、ウクライナの中でももう少し安全な西側とか、キーウとか、まあ、そういったところで、まあ、いらっしゃる方もいて、まあ、ある程度その安全を確保されていても、やはり将来的にはやっぱり自分のところに戻りたいねっていう方々が多くいらっしゃるというのが避難民の特徴かなと思います。で、実際に戻られた方っていうのが、だいたい500万人以上、まあ一応戻ってきた。というこのリターニーという形で戻ってきてますよというのが今の現状です。すみません。硬い話はこの辺にしたいと思います。で、その上でチームのライフっていうのはどういうふうな状況なのか。まあ、簡単に言いますと、まあ、すごいミックスしてるっていうのが、まあ、現状なので、すごい平和だなと、すごい、なんか楽しいなと思う一方と、まあ、その空襲警報が聞こえて大変だなと。そういうのが今、混ざってるっていうのが、まあ、現状なのかなというふうに思います。簡単に写真を持ってお伝えします。まあ、キーウっていうのは、ドニプロ川という、まあ、すごい大きな川があるところで、面していますので、とても綺麗な町です。こういった形で綺麗に町がありますね。で、その上で、はい。教会とかも、まあ、歴史を説明することは今回省きますけれど、まあ、やっぱりそのキーウ大公が、まあ、発生したのはこちらキーウですので、ここでのソフィア大聖堂とか、まあ、その多くの教会があって、とても綺麗な中もシンボルがある。観光に、いずれ観光に来ていただきたいなと思うぐらい、とても綺麗な街並みが続いております。で、立川、先生も、ランニングを好きだということですが、まあ、自分もランニングが好きで、今日もトレッキングをしてきたんですけれど、まあ、こういうふうな、ちょっとした森みたいなところで、
なんでしょう、トレッキングというか、まあ、ランニングをするっていうのもできますし、まあ、今日も15キロぐらいですね、これを走ってきました。そういう形で、まあ、ある程度そういったこともできますよという状況ですね。スーパーとかもですね、やはりこうやって、とてもスーパーというか、モールですね、ショッピングモールもそういうふうにきれいになっていますし、まあ、お店として空いてないお店というのも、まあまあありますが、まあ、大体今はこうやってオープンしてますし、まあ、そのスーパーで行くと、まあ、ものというのもこういった形で、いろんな形でアクセスできて、私もアフリカにいます、よく長くいますが、アフリカに比べてもいろんなものがあって、まあ、すごいなんかいいなと思う、一方です。で、何でしょう。まあ、ここって結構バレエとか、オペラとか、とても有名なんですが、そういったバレエの、何でしょう、とか、オペラ座っていうのがありまして、まあ、こういったところでもう、まあ、今もオープンになってますので、まあ、一度自分もバレエを見に、来ましたが、まあ、こういった形で、大きな、何でしょう、劇場があって、毎週土曜日、日曜日、金曜日は、そういうふうに見ることができます、というところです。はい。で、日本のつながりということで、ジャパンセンターとなるものがありまして、まあ、結構そこで日本語を教えていたりだとか、まあ、そうやって日本との交流というものも結構意識されている方っていうのがなかなか多くいらっしゃいます。で、結構日本食、特にお寿司屋さんとかとても有名で、そこら辺によくたくさん並んでおります。まあ、一説には日本人を次にお寿司を食べるのはウクライナ人だというふうな話、ということを言ってる人もいて、すみません。自分はその、なんていうか、ソースがわからないので、本当かどうかわからないんですが、まあ、それぐらい、お寿司屋さんというのは、このキーウの街、キーウでなくてもウクライナにたくさんありますし、またこういう、これはお寿司屋さんというよりかは、日本の唐揚げ屋さんなんですけれど、こういう、そういった日本的なお店というのも、まあ、結構キーウにあったりします。そういう形で、結構キーウのライフというのは、まあ、本当にそういったその危ないなとか、そういうふうな一面もありますけれど、今こうやって、まあ、かなり、どうやって、なんでしょう、普通のヨーロッパと同じような雰囲気で、まあ、その生活をすることができると。いうのが、まず特徴かなと思います。とは一方で、やはりこの、今は大規模進行中ですし、まあ、それによるその爪痕というのは、当然ながら、キーウの、街の中、街の近くでも多くありますし、また、その他の街でも多く見られます。例えばこれは、昨年2月から3月、その、ロシアが、一番、キーウまで近くに進行してきたとき、まあ、よくブチャ、という言葉が聞かれるかと思いますけど、ブチャとイルピンというところが本当に戦前の なりまって、まあ、戦って、まあ、最終的には3月、昨年の3月ですね、まあ、撤退したんですけれど、この1ヶ月にわたる戦闘 の爪痕っていうのが、まあ、こういった形で、まあ、焼けてしまったりとか、ちょっと崩れてしまったりというのが、もうキーウからそう数十分もう出れば、こういった街並みがよく 見てしまうというのが状況ですね。まあ、こうやってやっぱりそのガラスがもう全部割れていて、まあ、使えなくなっているっていうふうな建物というのもよくあります。で、まあ、そのキーウ自体には、その本当に、まあ、今、安全というか、まあ、そういったその侵攻というわけではなく、空爆があるだけっていうわけではないですが、あるんですけれど、まあ、その戦前の、その前から、前で、戦ってきた、その、軍用車両とか、まあ、そういうのが今、展示されていて、まあ、それで、ちょっとここって、なんかその風刺で、ちょっとあまり、細かくお見せできませんけれど、まあ、ロシアの、大統領を風刺した絵とかも買ってあったりと、そういった状況はあります。で、まあ、そういったその、戦地で、その、ロシアの戦車が、もう持ってきて、これを飾っているという形で、まあ、すごい、まあ、みんなとしては、やっぱその、やはり、戦争というのが、すごい身近な状況にあるというのが、まあ、こうやって、その、日々、その街の中を見てもあるかなという状況です。で、イルピンとかですと、こうやってそうですね、バンクシーの写真、絵とかが、壁画とか何個か、7個ぐらいあるらしいですね。ありますので、まあ、こういったところを見て、まあ、バンクシーとかもありますよ、というところでしょうか。で、ナショナルミュージアムとかですね。やっぱナショナルミュージアムって、まあ、基本としては国の歴史、まあ、その昔のものとか、まあ、そういうのがいっぱい展示されているものなんですが、今、ここは本当に、そういったその、なんていうか、その中世とか、そういう時代のそのものというのは、まあ、かなりその、まあ、戦争の、影響を受けないように一体撤去されていて、まあ、何が置かれているかというと、こういった、その、まあ、残念ながら今回の戦闘で亡くなられてしまった方っていうのを飾っていて、まあ、何が言いたいかというと、まあ、こういった今回の昨年の侵攻、大規模侵攻というのは、ロシアの、あるいはすみません、ウクライナの一つの歴史として、まあ、刻まれようとしているんだな。いうのが、こうやってナショナルミュージアムを行ってみるとわかります。まあ、ここにも、いろんなウクライナの方がありまして、
まあ、今回その戦闘で、前でその旗を振ってた、兵士の人たちが持ってたウクライナの旗というのもありますし、そういったものも、まあ、いろいろ飾りながら、まあ、その歴史という1ページに、まあ、今回の戦闘、今回の侵攻というのは間違いなくあるのかな、という状況です。やっぱりそのマリウポリというのは、今、ロシア側が、まあ、占拠している場所ですけれど、そちらが今とても、何でしょうか、シンボル的になってまして、ここをなんとか、繰り返すんだというのは、まあ、あちらこちらに言われますし、こういった形で、フリーマリウポリという形で、なんでしょう、貼ってあるという形で、あります。なので、ウクライナの方っていうのも、その一つまとめて言うのは、すごい、傲慢ですし、難しいですけれど、やはり、まあ、気持ちとしては、やっぱり自分たちの、町、特にマリウポリとか、あたりが、まあ、占拠されてるっていうのは、まかりならない。なんとか脱会してやろうというのは、まあ、皆さん、多くの人たちが、まあ、言ってらっしゃいますし、持ってらっしゃる状況なのかな、というところです。まあ、とはいえ、そういったのが、じゃあ、そのさっき言った、ボコボコになった、町がそのまま残ってるかっていうと、そうでもなく、例えば、ここっていうのは、ブチャの市街で、これ、だけだと見るとわからないと思うんですが、1年前、そのブチャが解放されたときに、このあたり、すっごい、そのなんか、戦車が、捨て置かれていて、で、ジェノサイドといいますか、まあ、いろんな虐殺があったっていうのは、この通りです。まあ、今はこの1年経って、まあ、すごい、地下に回収されて、まあ、本当に普通の、その、郊外の地みたいな、状況に戻ってるということで、この1年間、ただ単に壊れたままというわけではなく、まあ、順調に復興できるとか、復興してる。というのが今のその治癒の状況かなと思います。まあ、時間も時間なので、どんどん行きます。じゃあ、他の町はどうですかっていうと、これもまた大きいですね。まあ、ドニプロとかっていうのは、まあ、本当に、ついこれ、おとといの写真ですけれど、まあ、おととい、そういったドニプロの、東部のところですね。では、こういった、空爆がありましたし、まあ、残念ながら本日も治癒には、空中警報がなり、まあ、建物何軒か、まあ、壊れている。というのは、やっぱり、オンゴイムとありますし、東部に行くと、やっぱそういったところは、まあ、やや多く見られる状況です。これはリビウですので、こうやってリビウでは本当に普通の街っていう状況ですけれど、ヘルソン、やっぱり一旦その占拠された街ですと、ここはショッピングモールだったんですけれど、まあ、ここはミサイルが当たりまして、中が燃えていると。で、中はもう全部火器になって、もうこうやって、何でしょう。もう使えない状況。もう本当に火災で全部がもう本当にショッピングモールがこういうふうにしてしまった。という状況がありました。まあ、一方で、まあ、じゃあ、本当にじゃあヘルソンとかって何もないんですかって言ったらそうでもなく、これもヘルソンの街ですけれど、まあ、本当にその日本のなんでしょう、スーパーですとか、日本のショッピングモールですと言われてもおかしくないところが、まあ、ヘルソンがそうやってそのロシアに6ヶ月間占拠されたところですけれど、まあ、そういったところでも、こういったショッピングモールっていうのは、まあ普通にありますというところですね。ただ、そのショッピングモールの近くにもこういったミサイルが撃ち込まれておりまして、本当にその人々がここに入ろうとしているところで、並んでいるところにも落ちると。まあ、これは取った後の1ヶ月後ぐらいですね。また、似たようなことで、ミサイルこの辺りに落ちまして、こういうふうに並んでいた方の何人かが、怪我して亡くなられたっていうのも残念ながらありましたので、こういうショッピングモールがあるから、まあ、普通に戻ったのかっていうと、特にやっぱり前線に近ければ近いほどこうではないのかなという状況です。まあ、鉄塔も壊れていたですし、まあ、その視聴者っていうのも、これは、ミコライブですけれど、視聴者もこうやって穴が開いているというふうなのが見てくれます。とはいえ、こういうショッピングモールもあるというところで、メッセージとしては何が言いたいかというと、本当に普通の生活が、行っている横でこういうものもあると。すごい混ざった状況っていうのが、今こうやってウクライナの状況かなというふうに思っております。もう時間も時間なので、今日僕のプレゼントはこれにさせていただいて、他の人に移らせていただきます。以上です。赤尾さん、ありがとうございます。この平、まあ、一見平和に見える生活と、それから戦争なり破壊が共存するっていう奇妙な状態っていうのをお聞きしてですね、私が昔、ベイルート、戦争中のベイルートに行った時を思い出しました。ベイルートも当時内戦で、町はひどく破壊されたんですけども、当時にある通りでは打ち合いがある、でも隣の通りではコーヒーショップが開いている、爆弾潰された建物の隣では新しい建物を作っているっていうのは、この破壊と平和が共存している、それが
非常に奇妙な共存ということで思い出すんですけども、それと同じことがあるというんでしょうか。でも一見平和であってもいつミサイルが来るかも分からないというそういう不安感、先が見えないという状態が続いているというのが今のキーウの状態かなと思いました。ありがとうございます。はい、それでは次にですね、ソフィアさんにお願いしましょう。はい、皆さんこんばんは。ソフィア・ブロブと申します。でもソフィアと呼んでください。去年の3月に日本へ来ました。実はキーウから参りましたが、私のふるさとはウクライナの西側にあります。小さくて山に囲まれた町です。キーウで3年間医学を勉強していましたが、戦争が厳しくなったら日本へ来ることにしました。今1年間以上新宿日本語学校で一生懸命日本語を勉強しています。はい、どうぞよろしくお願いいたします。何か質問があればどうぞ。日本で初め日本語で初めて話すなので、なんか難しい文法や言葉を使わないでください。すみません。それじゃあそうですね、ちょっとこの段階でソフィアさんについて思い出ってますかね。去年の3月にこちらに来て、ちょうど1年前の5月にですね、移民政策学会という学会で、ソフィアさんと山崎さんに、お話をしてもらったんですよ。それで非常に印象的だったのが、学会 の、 大学先生が多いんですけども、質問があった中で、どんな夢が あなたにありますかっていう質問があったんですけどね。その時にソフィアさんは、ね、I live now ですね。I live now。私は今生きていると。この一言だけだったら、これは非常に重い印象を残したんですね。夢なんかを考える暇はない。でも生きているっていうことが、それだけが事実なんだってね。これは、生きていることは当然だと思っている我々日本にとって非常に重い言葉ですね。生きること自身が、今ここにいること自身が、大切なんだと。その先は見えない。それに、非常に印象を受けたんですけど、1年経って今日本語で日本語学校に通ってですね、素晴らしい日本語を話していて、これは驚きです。で、かつ日本の大学に進学するために今試験勉強をしていると、いろんなその開けてもあったと思うんですけども、1年間よく頑張ったなと、壇上で I live now って言った時に比べて、多分今はね、ソフィアさんいろんな夢があると思うんですよ。またその点について、そんな夢について後で話してもらいたいと思います。ありがとうございました。それでは、ソフィアさんの友達である山崎さんにちょっと自己紹介も含めて、ソフィアさんと関わるようになった経緯、またはイギリスで学んだこと、それから将来の夢についても話してもらえますか。竹澤先生ありがとうございます。紹介していただきました、山崎有沙と申します。2日前ぐらいにソフィアと竹澤先生からチャットいただいて参加できないかと、それで参加させてもらってます。今ロンドン大学というアフリカ研究学院、ソアス・ユニバーシティ・オブ・ロンドンの、修士の学生です。で、2週間前ぐらいにイギリスから帰ってきて、あと修士論文を残すというところで、学部生の時に、東京外国語大学でロシア語を専攻して、戦争解決学校も勉強していたので、2014年からのウクライナ危機を勉強するために、ウクライナのキーウ国立大学に留学をしていました。1年間、滞在して、2020年の夏に、日本に帰ってきて、そこから、
ウクライナ危機についてこう修士論文とかを書いていく中で、こう、あ、卒業論文ですね、学士の卒業論文を書いていく中で、こうちょうど提出間近ぐらいの時にこうあの ロシアによる大規模侵攻が始まって、まあ、かなり自分自身もあのホストファミリーとか友達とか大切な人がいっぱいいる中でのこう出来事だったので、かなりショックを受けて、で、まあ、その中でこう私自身の友達が日本に避難するということをいろいろサポートさせていただく中で、ソフィアのことを同じロシア語科の友達から紹介受けて、で彼女と、2人で結構なんかいろいろ話したりとか遊んだりとか東京でしたりしてました。その中で、まあ、滝沢先生がこう静岡で学会を開くっていうことで相談できる人がいないかっていう中で、まあ、私の友達のウクライナの子たちは結構やっぱり人前で話すことを躊躇する人が非常に多くて、まあ、当たり前ですよね、自分がこう戦争の体験をしてそれを人前で語るっていうのは当事者として非常に勇気がいることだと思いますし、できることなら何度も何度も繰り返し話して人の関心の目にさらされてっていうようなことはせず、できるだけ忘れて日常の生活を送りたいっていうのは当たり前の感情で、そんな中でソフィアだけが私の周りでこう多くの誰が参加するか、まあ今回もそうですけど、まあ一応制限はされてると思うんですけど、まあ、どんな人がどういう言葉をかけるかわからない、どんな質問をするかわからない、しかも顔と名前を出してっていう状況でこう自分自身の経験したことを伝えることが意味があることだっていうことを非常に理解されしているっていうところがすごい私はこうソフィアに対して尊敬しているところというか、とても今ウクライナで起きていることに対して自分が語ることがこれの状況を変えるために意味があるっていうこと、そしてそのために多少自分がこう好奇の目にさらされて何か被害が加わるかもしれないというリスクを負ってまで人前で話すっていう決意をしてるっていうこと、すごいソフィアのことをとても尊敬してすごいなっていうふうに思っています。話がそれっていろいろ思ってることをしゃべったって感じになっちゃったんですけど、そうですね。で、私自身も赤尾さんとかと一緒に若干仕事させてもらったりもしてて、国際機関とかで人道援助に携わりたいというふうに思ってここまで勉強してきているので、滝沢先生にも本当にいろいろUNHチャレとかでもインターンさせていただいてて、その時にもお世話になったりとかしていて、赤尾さんとか滝沢先生とかこのケアの皆さんみたいにこうそういった現場で携われるような人間になれるといいなと思って頑張っているところです。以上です。ありがとうございます。山崎さんもそんでもうすごい行動力のある、人ですよね。あちこちに行ってそして単に動いているだけなんていうかものを考えている人です。ちなみにソフィアさんに戻るんですけど、その考えているということで思い出すのはですね、ソフィアさんには去年の秋に東京大学の授業でちょっと話をしてもらったんですけど、ね、その時まで来て半年ぐらい、したけども、すでにその時にですね、日本社会の在り方についていろいろ考えてるんですね。例えばその日本人っていうのがその人と喋られないっていうようなことをすごくその観察していてですね、特に外国人との間のそのギャップがある。またその外国人とうまくそのコミュニケーションができないっていうのは、いわば閉ざされた社会っていう印象が強いと、私はそれについて何かできることがあったらやってみたいということを言ってたんですよ。それで、これまだ、まあ、20歳21歳大学の3年生4年生ですよね。非常にその、ものを考えるものを考えて分析するっていう、まあ、ある意味で、ね、ヨーロッパ的な学生のいい姿が出てるなっていうふうに思ったことがあります。まあ、それでも山崎さんも全く同じで、だからこそ2人でこういう機会もですね出てくれてありがたいと思います。日本人の皆さんにいろんなことを話しかけてまた考えてもらうっていう機会になるかと思います。でちょっと私の方からも少しここで、お話しするというか10分ぐらい、ですけども、3月にですね、ポーランドから
ウクライナのキーフまで、キーフじゃない、リビウまで行ってきましたので、その時の写真をちょっとお見せしますね。画面共有で、待ってください。ちょっと待ってください。パワーポイントが。これですね。画面共有。見えますか？見えますかね。見えてます。はい。ポーランドとウクライナのケア、特にケア、ケアインターナショナルがどんなことをしているかということを中心にお話したいと思います。まず、ちょっとね、全面開示ができないような、これか。まず、ポーランドはこんな感じなんですね。非常に発展していて、高いビルができているところです。これはホテルの前ですけども、電車も統一したからですね、日本みたいにそのバス会社がたくさんあって色も形も違うっていうことで、ヨーロッパどこでもそうですけど、電車も統一して、町並みに非常にそのヨーロッパ的ですね、経済成長も進んでいるということで、発展している活発な都市って感じがします。他方で非常に自然の多い町で、これは日本大使館の近く の公園ですけども、これを見て、昔、戦争と平和の中で、アンドレイとピエールが話しながら歩いている姿を思い出すんですね。もしかしたら、外なんでね、モーツァルトの、ベートーベンのバイオリン協奏曲の流れの中ですね、誰が歩いていく姿を思い出しました。非常にその素敵な街です。ポーランドでのケアの仕事はですね、いろいろやってるんですけども、一つ強調したいのが、ポーランド政府、また市民は非常にウクライナ避難民に対してですね、この1年間支援してきました。国境も全面的に開放してですね、歩いて、もう入れる、車でも入れるっていうことをやったりしたんですけども、さすがに百数十万人がいっぺんに来たということで、僕が行った3月ぐらいには、というか去年の暮れぐらいから、ポーランドの政府の支援は、基本的になくなるということでした。つまり、ポーランドの市民に対すると同じものは出してくるんですね。特別にウクライナ避難民に対するものはない。例えば、ウクライナ避難民を家に受け入れている場合に、補助金を出すとか、そういう補助が出る、そういったこともなくなるということで、支援が減っている中で、ニーズは同じであると。特に、単身女性とか、障害を持っている人とか、高齢者ですね。そういう人は、支援が必要なんだけども、支援のお金がなくなるということで、ケアとしても、その資金をどういうふうにするかということで悩んでいました。で、ケアというのは NGO なんですけども、非常になんて言うんでしょう、プロの NGO ですね。さすがに数十年にわたって世界各地で活動してきたということもあってですね、その組織のあり方、またそれぞれの職員の優秀さ、またスピード感ですね、ものすごい。私は国連で長年働いたんですけども、国連と全く変わりない、もしかしたら国連以上に早く必要なところに行って事業を行うことができるという意味では進めているかもしれない。非常に印象が強かったですね。で、ポーランドでは20人ぐらいいると思うんですけども、全員が英語で喋ります。英語を喋るというか、要するに英語のできる人を集めてね、本当に専門家を集めているという点でした。そういう形で非常に感心したんですけども、例えばどんなことをやってるか、これはケアとアドラですね。アドラも有名な国際的な NGO ですけども、一緒になって、ウクライナから来た女性たちに対するいろんな支援をどうするかということを今相談しているところですね。こちらの女性はですね、
メンタルな問題を抱えて、やはりその戦争を逃れてきてますから、で家族、旦那さんの猫を置いてきている場合も多いので、メンタルにやられてしまうという人も多い、そういう人を支援していると。これはケアの、その、ポーランドの職員ですね。これは国境地帯、ウクライナの東部、ごめんなさい、ポーランド東部、ウクライナの国境地帯 の避難民のシェルターですね。子どもたちがこんなふうにいました。これはポーランド人、ポーランドに住むウクライナの若者たちがその避難民を支援するために、ウクライナハウスっていうのを作ってですね、そこでいろんな支援している様子でした。彼なんかゼレンスキー大統領に似てるなと思いながらね、話を聞きました。これは、ウクライナ、ポーランドの 西の端っこにあるプシェミシェルっていう町ですね。そこの駅です。この間、岸田総理大臣が行った時もこの駅を、この駅で列車に乗ってウクライナに行ってますけども、この非常に重要な位置にあるんですね。ここではケアの職員がですね、ウクライナから来た避難民に対して、どこどこに行けばいいとか乗り換えとかいろんなことを24時間体制で支援している、レセプションポイントですね。ここに行って情報を得ると、そういう活動をしました。これはポーランドから、ウクライナに入るその国境地帯ですね。今はこの国境に何千人何万人いるという状態はなくなっている。ほぼの出入りが数千人ずつということで落ち着いているようでした。でもその特にウクライナから来る場合にはその荷物チェックが結構厳しいようでした。ウクライナではですね、ケア、ドイツのケアが支援しています。これは所長フランス人ですけども、さまざまなそのサービスをしている。特に冬の間には非常に寒くなるところですから、ここに書いてあるようなことを細々としたサービスをやってました。これはケアのオフィスですね。ちなみに僕が来ているのはこれは、40年ぐらいウィーンに行った時に、使ってた毛皮のコートで、日本では使えなかったんですけど、数十年ぶりで、来て役に立ちました。これはウクライナの避難民ですね。ウクライナの東部から避難してきた家族ですね。一家揃ってますけども、この女の子は、高校、中学生かな、試験勉強ということで、試験勉強っていうか期末試験かなんかの勉強をしているところでした。でもね、スペースはこの部屋一つだけなんですね。ベッドがあって、あとは何もない。外にはその食堂みたいなのもありますけども、ともかくこういう状態で、次にどこに、行くか分からないですけども、行くまでの間、ここにいると、非常にその、なんていうんですか、自由もない、プライバシーもない中でですね、辛いんだろうなと思いました。で、これも同じセンターにいる、この2人は夫婦じゃない、親子じゃないですよ。隣人、違う人が同じ部屋でいる。この子は17歳で、高校卒業試験の、準備をオンラインでやってるんですけど、彼女のスペースというのはこのベッドの上だけなんですね。そこで、パソコン、ノートブックで、勉強すると、まあ、17歳ぐらいっていうと、まあ、青春の真っ只中、いろんな夢もあるでしょうし、でもっと自由もプライバシーも欲しいんですけど、それも全くないまま、いるっていう姿、ここで勉強している姿には非常に感心しました。私はいろんな難民キャンプにも行ってるんですけどね、難民の子どもたち の勉強に対するその熱意は非常に強いです。つまり勉強を通してしか自分の将来が見えてこないっていうことが分かるんですね。ですから非常に厳しい中でも勉強を続けるっていうことが多いんですけども、この女の子もそういうことをやってました。まあそのソフィアさんもそうですけどね。これはその大量の避難民が来た当時のセンターの様子です。こういうふうに一応プライバシーを作ってですね、でもそこに入れない人はこういうところで
大きな広場で寝ていると、そんな状態だったようです。これはリビウの街です。非常に綺麗な街です。ソフィアさんの生まれたところに近いと思いますけど、小さなミニウィーンというのは本当にウィーンの街にいるかと思うような綺麗な街ですね、うん、これはホテルだったと思いますけども、ここには一点平和、本当に平和があるんですよ。で、カフェも開いてる、スーパーも開いてる。でも私が一泊してポーランドに戻ったその夜にですね、近くにミサイル攻撃があったと。ここでも平和に見えるんだけども、いつの危険が迫るかって分かんないという、そういう不安という状態が続いておりました。これは、ポーランドからキーウに行く途中の情景で、行って初めて、ポーランドもそうですけど、広い国だなと、ずっとその平原が広がる、だから農業大国っていうのがよく分かりました。今はその食料輸出の中で苦労してますけども、平和があれば本当に発展する余地のある国だと、将来に夢を持てる国だろうと思いましてね、こういう中にもそのモダンな建物が、アパートがあるんですよ。でも時々ですね、お墓があるんですけどね、そこに木を立てて、ちょっとカラフルなお墓が見える、つまり最近戦闘で亡くなった若者のお墓があるっていうようなことでした。だからある時は林の中を走ったんですけどね、その林の中にあった、その軍事、施設がミサイルで攻撃されて30数人死んだっていうのが去年、ありましたけども、80何人かな、この林の向こうなんだよってことを、運転手が言ってました。ここにも平和の中にある、破壊がいつ来るか分かんないっていう例が見えています。で、帰ってきてからですね、ポーランドに戻ってきてから有名なアウシュビッツに行きました。労働は人を自由にするっていうのが有名なあれですね。これはですね、何とも言いようないこの地下室でガス室に閉じ込まれて何千人何万人が殺されてた。毎日ここからその煙が上がってくっていう、これ部屋の中にですね、焼却炉もあるんですよ。ほとんど自動的に焼却できるっていうのは、そういうものが残されている。壁にはですね、私が思うにその苦しんでいく人々の爪痕みたいなのが見える、なんとも痛ましいものが残されていました。これと思うんですよ、今ポーランドの人々がウクライナ避難に対して非常にその寛大にその支援しているその背景に、かつてポーランドの人々も戦争の中で抹殺されていたと、そういう歴史があってこそ、ウクライナを助けようと、そしてその戦争の中から逃れてくるウクライナ人を助けようという大きな社会的な胸になっているだろうと思いました。非常にその重い、写真ですね、重い写真、思いでした。これはですね、近くのクラッカウ、クラフクっていう町です。これは有名な昔からの町、きれいな町ですね、非常にきれいな町ですけど、そこにいたこの女の子はウクライナ人で、教育の、子どもの教育のための、募金活動をしていました。そこにもその平和なね、美しい町の中にも、ウクライナの影があるなと、また若い人がウクライナのために立ち上がっているという姿も見て、ちょっと心が温まりました。そんなところで僕の短いプレゼンはもう終わらさせてもらいたいと思います。それでですね、今8時47分ぐらいですね。ここでどうでしょう、この3人の皆さんでお互いね、なんか質問したり することもできるんですけども、一つですね、外から忘れないうちに、この番組じゃない、これを見ていられる方がですね、ソフィアさん
はその医学部にいたんだけども、まあ、3年で辞めてきてしまったと。で、そのキャリアについてどう思うかと。実はこれね、僕も思ったんですよ。もったいないなと思ったんですけどね。ソフィアさん、それについて、今どんなふうに考えているんでしょう。実はチャットでも、なんかキャリアについて質問があります。坂田さんからの質問は、今医学の勉強はどうされていますか、お休みしていますか、またはオンラインなどで勉強していますか。坂田さん、質問ありがとうございます。実はとても大事な質問です。ウクライナの大学3年終わりました。日本に来たら3ヶ月間ぐらいオンライン勉強していて、その後医学の勉強を終わることにしました。どうしてかというと、実は今の私のウクライナの大学の状態は良くないと思います。全体的にオンラインで、医学にオンラインの勉強はちょっと十分ではないと思います。とても残念です。それで日本語学校のスケジュールが変わって、アルバイトも始まったので、ちょっとなんか医学の勉強の時間はあんまりなかったので、じゃあそれで日本語の勉強を始まることにしました。はい、今日本の大学に入ろうと思います。たくさんいろいろな難しい試験の準備は必要なので、あまり時間はないので。はい。学部も違うと思います。なんか今から経済やビジネスの学部を選びました。どうしてかというと、なんか医療の世界だとちょっと影響力は小さいだと思います。戦争の後でなんか影響を与えることが欲しいと思います。ビジネスとか、ビジネスがあれば日本とウクライナの関係とかいろいろな活動を始まることができると思います。なんか日本とウクライナのいろいろなビジネス関係があれば、ウクライナの復興の役立つすることはとてもいいと思います。それでなんか日本の大学に入ろうと思います。はい、ありがとうございます。なるほど。僕それは非常にいい方向じゃないかと思うんです。まさにその今後のウクライナの復興ということはもうすでに議論されていますよね。で、膨大なその、まあ、その復興資金もあるし、人が必要になるわけです。実はポーランドに行った時にですね、日本のある大きなコンサルティングの会社の女性職員が来ていたんです。同じホテルに泊まっていて、その前に紹介されて、彼女に会ったんですね。なぜポーランドにいるかというと、将来 そのウクライナの復興を見据えてポーランドにそのコンサルティングの会社の支店を作りたいと、そのために調査に来ているということで、民間の企業はすでにウクライナ復興ということを視野に入れて活動を始めているんですね。ですので、そういう中で、ソフィアさんみたいに、まずウクライナ人であって、ウクライナのことも知っている、人がビジネスについて、学ぶことで、また、ね、経済的な分野での、貢献できる人材になると思うんですよ。ですから数少ない、
ウクライナの女性で日本でビジネスを学んで将来の駆け足になれる人材、そういうのを目指していくのいいなと僕は思いました。ありがとうございます。では赤尾さんなり山崎さんなりから何か質問、逆にソフィアさんから赤尾さんや山崎さんに何か質問何かありますか？じゃあ僕からソフィアさんに質問させてもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。いや、とても僕はソフィアさんと初めましてにしたいですけれど、とてもなんだ素敵だなと私も思いました。で、僕、移民の仕事をしているんですけれど、でさ、いろんな移民の方がいらっしゃって、では、日本にも来られてますし、で、まあ、いろんな国、ポーランドにもいらっしゃいますし、いろんなところに、まあ、ウクライナの方がいらっしゃいますけれど、なぜ、ソフィアさんは日本を選んだというか、日本に来ようかなと。多分、まあ、日本以外でもいろんな国が、ウェルカムだったと思うんですけれど、日本に来たいなと思った理由を教えてほしいなというのと、まあ、最初の僕のプレゼンでもあるんですけれど、いずれウクライナに戻りたいのかなとか、それとも、ある程度長く日本にいたいのかなとか、いつかウクライナに戻りたいのかなとか、そういうのも教えてください。はい、どうもありがとうございます。実は、キーフに3年間ぐらい住んでいて、赤尾さんのプレゼンテーションに見た日本センターで、日本語を勉強したことがあります。実はとても優しかったなんかクラスでした。ひらがな、カタカナのようなクラスでしたが、なんかたくさん友達がポーランドやヨーロッパに避難して、実は日本人の友達がいっぱいいるので、ポーランドより日本はさらに近かったです。それで、なんか友達からいろいろな手伝ってくれたので、もう日本語学校の勉強の可能性があったので、日本を選びました。その理由で。うん、もう、質問なんか、2つのパーツ、ちょっとわからなかった。2つ目は、これから日本で勉強をすると思いますが、将来ウクライナに戻りたいと考えますか、それとも日本で長くいたいと思いますか？もちろんなんかウクライナは中心なので帰ろうと思いますが、今は多分状態は厳しいな、社会の状況も厳しいだと思いますが、日本の大学を卒業したら、何か日本とウクライナの交流を成長したいと思います。もちろんでも、このような国と国のコミュニケーションを始めたいです。はい。ありがとうございます。応援してます。はい。どうもありがとうございます。山崎さんとソフィアさんはお友達だから特に質問もないかと思いますけど、お互いに何か質問なりありますかね。じゃあいいですか。まずソフィアの日本語が1年ですごい上達しているのにすごいびっくりしました。いい山田さんです。本当まだ1年ちょっとなのに、なんか私は大学に入ってロシア語を勉強を始めた身なので、こう英語じゃない外国語を勉強する難しさっていうのはある程度わかるつもりなので、なんかそういう意味でたった1年でこんなにっていうの本当にすごいなと思いました。で、質問なんですが、1年間日本に住んで難しかったこととか、こう日本人に対してこう驚いたこと、ポジティブでもネガティブでも何かあったら聞きたいです。実はウクライナより本当に全然違う国だと思います。
多分一番違っているところは、人々のなんか人間関係のことです。実は、ウクライナではなんか人と人の間にディスタンスはあんまりないと思います。日本ではちょっとなんか交流やなんかコミュニケーションが難しいと思います。実は日本へ初めて来た時、日本人からいろいろな手伝ってくれましたが、とても優しい人ですけど、ちょっとなんか理解することはウクライナより難しい。友達にも日本人は全体的にいつも忙しくていつも残業しているのでなんか日本人の友達があると2ヶ月に1回だけ出かけることは普通ですけどウクライナではちょっと1週間に1回出かけることはいいだそうですそれで友達を作ることはもう難しくなりました。それは必ずしも悪いことではないんですけど、日本人はもうちょっと寂しいという感じという印象を持つようになりました。もうなんか日本へ初めて来た時、日本人は一人で食事していることにとてもびっくりしました。でも日本では普通、はい、わかります。でも、ちょっと初めてなので、はい、驚きました。でも、全体的に国はとても安全で、人は優しいです。はい。とても好きです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、私とこう、逆の経験してるなと。私がウクライナに行ったときは、すごい人のこうディスタンスが近くてびっくりして、だからこう、ね、ウクライナから日本に来るとこう、はい、ディスタンスが遠いことにびっくりするとなんか逆の経験の異文化なので、でも例えばウクライナの友達はなんかウクライナの友達に会うとき、いいことも悪いこともについて話すことは大丈夫ですけど、日本の友達があるので、なんかいいことだけ、いいことについて話すことなんかだけは大丈夫です。ちょっとなんかディスタンスがあるかもしれませんと思いました。でも全体的に大丈夫です。これは面白いっていうか、日本社会のあり方について、日本人は意識しない距離感ですね。言われてみると日本人の距離っていうのはありますよね。これは赤尾さんも多分そうだと思いますけど、国際機関の中で外国で働いている時の友人関係とかってのはもっと近いっていう感じがしますね。例えばホストファミリーにしてもね、もう最初の日から家の奥まで入れてくれて、もう家族みたいに扱ってくれるってことは日本でまず考えられない、非常に丁寧なんですけども距離があるっていう、この感覚というのは外国から来ると強く感じるんでしょうね。日本人がいつも一人で寂しそうというのは、これはそうか、そうか、いや、ちょっとね、確かにそうかもしれないですね。なんていうのかな、多分ね、その日本社会というのは、まあ、ソフィアさんも言うように基本的には非常に安全なんですよ。だから一人でいてもいい夢もある。で、対極的にあるって言いますかね、私は毎年2019年まで学生、女子コースも含めて、ね、学生ミャンマーに毎年行ってたんですよ。で、あそこは国が機能してないみたいなのがあってですね、すると人々はその国に頼れないから自分たちでまとまって自分たちを守る、まただから見知らぬ人に対しても非常にその近いんですね。国に期待しないんですよ。なので、当然その人々のつながりものすごく強い、
女子学生多いですからね、暑い中を森の中歩いてると倒れちゃったりするんですけど、もう村中総出で出てきて、それ水を持ってこい、それうちわ持ってこい、それ薬持ってこい、全然関係ない学児の女の子の周りにわらわらと集まってきて解放してくるんですね。同じようなことがお寺さんでもありました。僕はね、日本だったらあるかなと、多分ないと思うんですよ、ね、渋谷駅の、ね、朝なんかみんなが走ってって女性が転んでもね、誰も助けてくれない、転んだ女性も私に構わないで行ってみたいな、そういうのを見るとちょっと助けない方もおかしいし、助けてって言わない方もおかしい、ちょっと日本社会ってそこがあまりになんか関係を持たない、関係を持ちたくないみたいなね、とこだろう。いやいや、いいよっていうか違和感っていうのがありますね。ちょっと話がそれてきましたけども、でもね、そういうソフィアさん の日本社会を見る観察眼というのは素晴らしいと思いますし、まあ、そういう点もぜひもっと勉強して発信してもらいたいと思いますね。日本人にとって非常にいい新しい見方になるかと思います。それではどうしましょうかね。残りについて、すみません、はい、山崎さんのひまわりのプロジェクトについて質問があります。なんかプロジェクトの状態は今どうですか？ ありがとうございます。オーディエンスの方に説明すると、去年3月、2月に進行があって、3月1日にサンフラフロムジャパンプロジェクトという、SNS キャンペーンを始めて、日本からウクライナにこうひまわりの絵を描いて祈りを送ろうというもので、ウクライナの人がウクライナにいても、SNS を開いたら日本人がウクライナを祈ってひまわりを描いたよっていうのが伝わるっていうようなプロジェクトになってました。で、去年私は9月からイギリスのロンドンに行っていたので、主に去年の3月から9月で活動していて、で、まあ、インスタグラムだけでも6000件以上投稿していただいて、メディアでも10ウクライナメディアを含む14メディアぐらいで、とイベントも月に2回ぐらいずつやって、まあ、8月ぐらいまでに計12回ぐらいやらせてもらってっていう感じで、で、その間本当にいろんな方がサンフラワーフロムジャパンを発展させてくださってて、主婦の方とかがこうサンフラワーフロムジャパン2みたいなツイッターアカウントを作って、こう毎日サンフラワーフロムジャパンの絵を投稿してくだし続けてくださったりとか、あとは地域の文房具屋さんとかがこう継続してひまわりのことを絵を子どもたちから集めて飾ってみたりとかっていうのを広げてくださってて、私自身はもう9月からイギリスでちょっと忙しくて、オンラインで講演の依頼をしてくれた人にはプレゼンテーションしたりとかはしてたんですが、今そういう感じでこう自然に広がっていってもらってるっていう感じです。このプロジェクトの将来って言いますか、またはその新しいプロジェクトを日本に帰ってきた中で作るっていうことを考えているんですか？そうですね、今具体的な話は出てはいないんですけれども、サンフラワーフロムジャパンかは別として、赤尾さんのアイアムクライナとこう今私がお手伝いさせてもらってる広島平和構築人材育成センターっていうところで、ブッチャの、アットセラピーのプロジェクトを、まあ、応援しようっていうようなクラウドファンディングをこれからやる予定で、今私が頑張ってクラウドファンディングのリサーチをしているところっていう感じなんですけど、それを私はお手伝いっていう感じですけど、まあ、近いアートセラピーなので、こう絵を通じて、まあ、人の心をちょっとでも癒すようなっていうようなところにはちょっと細かく貢献できるのかなっていうふうに考えてます。そういえば、その点ではソフィアさんも何か考えているとか、この間ちょっとちらっと言ってたように思うんですけど、何か考えてるんですか？もう一度お願いします。将来について考え
というか、なんかプロジェクトをね、ウクライナ支援のプロジェクトみたいなことを考えてるって言ってますね。はい、実は戦争のメッセージというプロジェクトを始まりました。今はだんだんウクライナの友達や家族から戦争についてやのメッセージを集まることが始まりました。なんか戦争、なんかメッセージは戦争についての考えや感情を表します。はい、でもまだ終わらなかったんです。はい、今働いています。はい、実はなんか、人間の考え方はメッセージを使えばよくわかるようになると思います。それでこのウクライナ人のメッセージを見て、ウクライナ人のことや戦争のことをよく理解するようになる可能性がある。はい、なるほど。1年経って、助けられる立場から助ける立場に移ってるっていうことは、ね、素晴らしいことですね。ちょっとここで私に対する質問というか、日本のウクライナ支援についてっていうことですね。ちょっと概略ですけども申し上げると、一つは政府はウクライナに対しては1000億円近いその人道支援をしています。それから間違っていなければ7000億円近いその経済協力ですね。多分ローンだろうと思うんですけども、ウクライナまたはその周辺国、避難民を受け入れている周辺国に対する財政支援をしています。武器的なものはやってませんけど、そういう人道経済支援を日本は強力に進めているんですね。で、国内の受け入れについても日本政府は極めて積極的で、今まで2400人近いウクライナ避難民が多くが日本政府の支援で、来ているんですね。例えば飛行機のチケットを、政府が、確保して、お安くするというようなことで、これは、8000キロ離れたウクライナの国の人々、特にポーランド等にいる人をですね、積極的に受け入れるっていうのは日本の避難民政策では画期的なことであるんですね。で、その後も支援をしています。で、その延長線上で今話題になっている入管法の改正の中にですね、国家的保護対象者という新しい、資格ができまして、これは、基本的にはウクライナ避難民のような人に対する新しい在留資格です。実質的な難民と同じなんですけども、ウクライナの場合は難民とは言えないものですから、保管的保護対象者という形で、在留期限も5年ぐらいですね。それから日本語支援とか就労支援なんかもするということで、考えられています。この入管法が間もなく承認されるんですけど、そうなると真っ先に政府がアプローチするのはウクライナからの2000数百人でしょうか。実際にもっと数減ってるかもしれませんけどね。そういう人に対して、こういう在留資格がありますと、どうしますかっていうアプローチがあるかと思います。もちろんその留学生とかっていう形で、ソフィアさんみたいに留学生のビザで、来る人、またはそれができる人は特に必要はないと思うんですけども、政府は国内でもそういうことをやってます。で、もう一つウクライナと日本という関係で見ますと、民間からの協力がすごいんですね。今はもっと多いんでしょうか。当初1700近いその
支援の申し出があると。47都道府県のうちの46都道府県がうちで、我が県で我が町で受け入れますというような申し出があったというんですね。これは驚くべき数字です。そして資金協力もすごいものがあってですね、私がかつて関係していた国連 UNHCR 協会というのは去年、総額で200億円近い、寄付金が個人からあったんですね。200億円ですよ。そのほとんどがウクライナ難民用ということです。ですので私はそれとして、ね、まあ、政府も民間もほとんどそのウクライナ支援ブームみたいになっていると思ってます、まあ、それに対していろいろね、他にも難民がいるからというような声もありますけども、でもそのこういうウクライナ避難民に対する前向きな姿勢、政府それから民間ともに極めて前向きな姿勢が他にも広がっていくっていうことが考えられるんですね。ですので、他も今同時に全ての世界中のいろんな難民避難民を日本政府が全部支援すると不可能ですけども、でもまずはウクライナということから始めて、それを他にも広げていくということが望ましいと思います。そして、最後にやはり日本政府にとってはこのウクライナ問題というのは高度に、安全保障問題に関として捉えられているんですね。単にその避難民なり難民の受け入れという人道問題じゃなくて、ロシアのウクライナ侵攻を許すということはその日本にとってもその安全保障の脅威になり得ると、そういう極めてハイポリティクスな点が強く出ている、そういう点でも非常にユニークな前例であると思います。そんな中でソフィアさんみたいな人がどんどん出てくるそうですね。これはその民間からもやはりウクライナの人を助けるべきだと声が強くなるでしょうし、政府としても特例的にウクライナに対することで優遇措置をしたこともよかったなと、ちゃんと我々が支援すると目指すのは自立してくれるんだと、そして将来はそのウクライナの復興に立ち上がってくれるんだと、さらには日本とウクライナの将来の関係に貢献してくれるんだというような、そういうふうに考えてくれることができると思うんです。またそれを日本国にもね説明できると思うんですよ。ですのでこのウクライナの悲劇ではありますけども、日本の将来の外交にとっても良い大きな意味を持ち得る、人道支援を超えた外交政策上の大きな意味を持ち得るというのが僕の考え方です。何かオーディエンスの方から、質問等ありますかね。先ほど若い高校生が顔をちらっと出してましたけど、皆さん質問してもいいです。ただですし、取ってこわないし、もうこういうところでいろいろ質問する機会珍しいと思います。どうぞ皆さん。直接でもいいし、またメッセージでもいいですし、にないですかね。になってれば、ですね、まあ、今日はこの3人の、3人のですね、スピーカーの皆さんに集まっていただいて、非常に面白い、またその深い将来の日本とウクライナの関係にも響くような、ポジティブに響くようなことについてお話してもらいました。非常に良かったなと思っておりますけども、最後にですね、その3人の皆さんに一言ずつ何か思うことがあったら言っていただけるでしょうか。その後で事務局の方から最後のコメントなりをしたいと思いますので、じゃあまた赤尾さんからお願いできますか。はい、ありがとうございます。本日は皆様お時間いただきましてありがとうございました。自分はケアとは関係はありませんけれど、同じくそのウクライナを支援するパートナーとして、一緒になんかこうやって機会を設けてもらったのとても嬉しいと思います。
で、やっぱりそう、僕たち、移民という枠で、仕事をしてますけれど、やっぱりその移民の方で避難民という形で、ウクライナから日本に駆られたソフィアさんの一例ですけれど、やっぱ彼らは単にその、なんでしょう、逃げてきた。まあそういうわけ、そういうことでは最初はあるんですけれど、そこからさっき先生がおっしゃったように、まあ新しくウクライナと日本のつながりを作ったりとか、まあそういったまたウクライナ、その日本にいるウクライナの人たちが合わせてじゃあ日本、ウクライナに対して支援をしたりとか、多分そういう新しい相乗効果が出るんで、やっぱり移民の今回こういったことっていうのをうまくなんかま、いけば、本当さらに幸せなウクライナの未来、そしてそれが広がっては日本にもいい貢献がするんじゃないかなというのをすごい聞いて思いましたし、まあそういうことになるよう僕も応援していきたいなと思います。で、僕自身はまあウクライナの中の話なので、まあ、中でしっかりとまあ仕事をして、まあです、中でも国内の方も、国内避難民の方もいっぱいいらっしゃるんで、まあそういう方々がちゃんと生活をして、で、帰りたいと思った時にはちゃんと帰れるという状況を、まあこれからも作っていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。以上です。まずはありがとうございます。ちょっとね、ちょっと時間がありそうに、赤尾さん自身の、国連でのキャリアといいますか、どんなきっかけで国連に、国際会に行くということになったんでしょう。ありがとうございます。僕はイラク戦争がきっかけですね。イラク戦争の時に、その学生で、申し訳ないんですけれど、イラクの戦争の直前までイラクにおりまして、で、そこで、まあ、当然、イラク戦争があるので、自分は出たんですけれど、やはり、そこで自分が日本人だからということで、外に出られたけれど、イラク人の友人っていうのは、まあ、残念ながらというか、まあ、当然出ることもなく、まあ、空爆を受けながら、まあ、当然、そのイラク戦争を迎えたというところがあって、自分はそうやって、その生まれるところのため、場所によって、こういう状況の差があるのっていうのは、悲しいなと。これ多分ウクライナの話も同じなんですけれど、まあ、そういうことをやるためにはできる団体何かなっていうので、まあ、こういった国際機関の仕事をさせていただくことになりました。まあ、そういったところが主なきっかけですね。なるほど。そういうきっかけがあったんですね。そうですか。いや、これね、山崎さんもいずれは国際機関なんかで多分活躍するでしょうから、またいろいろとアドバイスしてくださいね。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。そしたらソフィアさんから何か最後に、日本に対するアピール何でもいいですからどうぞ。はい、皆さんいろんな質問どうもありがとうございます。文法は悪いなんですが、なんかちょっとよく感情を日本語でよく感情を表すことができないんですけど、皆さんは本当に親しみ、なんか皆さんは本当に親しい人です。このサポートどうもありがとうございます。いやもうこれからはソフィアさんにケアのアンバサダーとして、やってもらいたいですね。僕はもうランニングでマラソン の大使になりますので、ソフィアさんは例えば女性に対する支援なんかのね、大使に、アンバサダーになってくればいいなと思います。はい、ありがとうございます。そしたら山崎さん、どうぞ。今日は突然にもかかわらず、なんか皆さんの前で話す機会をいただき、ありがとうございます。そうですね、今回のこうイベントのイベントのページの中でこうソフィアの紹介動画というかインタビュー動画をケアさんが出されているのを拝見して、なんていうかやっぱりソフィアはすごい頭のいい人だなって誰って感じなんですけど、すごい思って、なんていうかさっきも言ってましたけど、なんかウクライナがこうああなってしまった時にこうどうするのが自分の将来のためなのかっていうか、こう状況を俯瞰してみてどうチャレンジするのか、この状況をうまくどう活用してこう自分のことをこう前に進ませるっていうためにこう一歩踏み出す勇気もあるし、実際それを形にして実現してって、でそれに対するこう英語のインタビューでしたけど、言葉の選び方みたいなのもすごい、なんだろう、あ誰って感じですけどきっと活躍するだろうなって傍目に思って、
という感動したっていうことです。私も頑張ります。そうですね、あのソフィアさんは日本人にインスピレーションを与えますね。本当、あのそういえばね、ソフィアさんは今日日本語で見事にこのシンポジウムって言いますか、このトークショーに参加してくれました。英語がすごく達者なんですよ。今山田さんが言ったようにね、英語にその人の考え方があってるんです。非常にその巧みに英語を使うんですね。これはまあ才能としか言いようないと思うんですけどね。内容があるんですよ。僕東大での授業の時は英語でやってくれたんですけどね、二十歳を過ぎた人がこういうふうに物事を分析して考えることができるのかと非常に感心したことを覚えてます。ちょっとね、日本人の学生ってどうしても幼く見えてしまう面があるんですけどね、ソフィアさんは、ね、そういった点でも素晴らしいですし、また、周りの人にインスピレーションを与えてくれます。ですので、今後も大いに活躍していただいてですね、日本人にこのいろんな意味でね、刺激を与えていってもらえばありがたいと思います。はい、それではこの時間になりましたので、事務局の方にマイクをお返ししたいと思います。川崎さん、どうぞ。はい、皆さん ありがとうございました。ケアインターナショナルジャパン事務局長の川崎です。日曜日の夜、普段でしたら、ご家族や、ご友人とくつろいでおられる時間かと思いますけれど、今日はこのオンライントークをご視聴いただきまして本当にありがとうございます。3人のゲストスピーカーの皆さん、山崎さん含めて4人ですね、の皆さんのお話はいかがだったでしょうか。皆さん実体験に基づくお話でしたので、非常に具体的で、胸に迫るものがあったのではないかと思います。私たちが参加しておりますケアインターナショナルの世界組織は、ロシアによるウクライナ侵攻を開始直後から、ウクライナ国内、それから先ほど滝沢理事長のお話にありましたポーランドをはじめとする周辺国で支援活動を行ってきておりまして、日本の皆様から頂戴いたしました貴重なご寄付は、そのような現地での支援活動に使わせていただいております。一方でウクライナから遠く離れた日本に逃れてきた人々も2400人近くおられます。こういった皆さんは言葉や文化が異なる日本で不自由な生活をされていることと思います。またウクライナでは18歳から60歳までの男性の出国が認められていないということから、ウクライナに、父親ですとか夫ですとか兄弟、親戚、友人、恋人、といった人たちを残してきた人もたくさんおられることと思います。さぞかし寂しく、また心細い日々を送っておられるのではないかと思います。私たちはこうした日本における、ウクライナ避難民の皆様への、支援にも乗り出す準備を行っています。具体的な支援の状況につきましては、またホームページ等を通じまして、ご報告をさせていただきたいと思います。どうか引き続き、私たちの活動を見守っていただきますとともに、力強い応援をよろしくお願いしたいと思います。本日は誠にありがとうございました。はい、皆様本当にありがとうございました。3分ぐらい時間、3分弱時間が残りますけども、ちょうどいい時間になるかと思います。この後は、皆さんにワイン飲んで、僕はビールを飲みますけども、残り少ない日曜日の時間をですね、過ごしていただければと思います。本当にどうも皆さんありがとうございました。ちょっと最後にこの歴史的なミーティング写真撮りましょうよ。スクリーンショットでいいですかね。スクリーンショットで、このコメントは、コメントを消して、
して、それで、こういう時僕ね、いつも条件つけるんですよ。今年最大の笑顔。今年最大の笑顔ですよ。いつか、ウィンドウプラス F、プリントスクリーンです。いきますよ。はい、今年最大。息を止めてしまった。もう一度、息を止めなくて、いきますよ。もう一度、じゃあ、もう今世紀最大の笑顔いきましょう。いきますよ。はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここまでということでしょうか。皆さん、では、さようなら。おやすみなさい。